皆さんおはようございます。関根和夫です。お元気ですか？ネットで、終戦後、シンガポールのケッペル収容所というところで、まあ、捕虜として収容されていた方、日本人の方ですけど、茨城県の、松塚佐恵司さんっていう方でしょうかね、が書いた、収容所での出来事を、その文章をネット上で見つけました。そこに書かれている内容は本当に、まあ、おぞましい、いじめの世界のような、ストーリーがずっと綴られていたんですね。まあ、終戦後、シンガポールケッペル収容所というタイトルで、書かれているんですけどね。で、読みながら私は、私が大学終わってから、オーストラリアの進学校に行ったんですが、その進学校に入学させてくれたビンガムという学長のことを思い出していました。彼は終戦前、シンガポールのチャンギ刑務所といいますか、そこで戦争捕虜として、しばらくというか長い間収容されていたんですよね。その取り扱いは大変厳しくて、彼は片足をほぼ切断に近いような、状況の大怪我を負うんですけれど、まあ、戦争が終わって引き上げてきて、それこそ何千人もいたオーストラリアの州、まあ、戦争捕虜といいますかね、その人たちの中から本当に生きて帰ってこれたのは数人だったというふうに言われていますが、その数人のうちの一人がうちの学長だったんですよね。で、私はそういうことをほとんど知らないまま入学したんですけれども、卒業間際に先輩からお前がその日本から来るということになった時、学校の理事会では何度かその反対意見が出たらしいと。で、本当にビンガム氏が日本人を受け入れることができるのかどうかということを何回も確認して、その結果、迎え入れられたんだよという話をしてもらったんですよね。まあ、振り返ってみれば英語が全然話せずに、オーストラリアについて右も左もわからない、この私、その学校での日本人留学生第1号だったんですけれども、1週間ほどのオリエンテーション、新入生のね、オリエンテーションの最後の日にあった IQ テストの、時には何も答えることできずに、IQ テストの点数がゼロだったという私。まあ、考えてみれば学校にとっても学長にとっても、まあ、大きなお荷物でしかなかったんだろうなと思うんですが、でも学長はそんな私に対して、そのテストの結果で悩んでるという話を聞いたけれども、そのことで悩む必要はないとこうきっぱり話してくれたんですね。テストで結果が良かったら、それは準備が十分だったということだと。で、もしテストの結果が悪かったら、それは準備が不十分だったということだと。ゆっくり準備をすればきっとできる日が来るから、心配しなくてよいのだと。私たちとしては、あなたが遠い日本から一人でここに来て、私たちと一緒に生活をし、まあ、全寮制の学校でしたから、生活をし、一緒に聖書を学ぼうとしてくれていることは非常に嬉しいことだと言って、まあ、握手をしてハグをして、まあ、安心させてくれたんですよね。私はIQ テストゼロの学生を軽蔑しない学者に初めて出会ったんですよね。まあ、それに加えて日本軍の捕虜として日本人に散々辛い思いをさせられた過去を考えると、まあ、ビンガム氏の心の変化というのは本当に大きかったんだろうなと思いました。実はビンガム氏はその進学校の学長になる前、パキスタンで長いこと宣教師として働き、パキスタンで進学校を建てました。彼は60歳から執筆を始め、亡くなるまでに200冊ぐらい本を書いてるんですよね。歌もたくさん書きました。で、最後の彼の趣味はカメラだったんですよね。だんだん私はなんとなく全然足元に及びませんけれども、似てるところがあるかなとか思ってるんですけれど、しかしいずれにしても心の優しいビンガム学長に出会えたこと、迎え入れていただいたことは私の人生を大きく変えるきっかけになりました。戦争体験は大変熾烈で大変厳しく、そんな、ね、思い出話として語れるようなことは何もない、もう語りたくもないというような状況だったに違いない。現にオーストラリアでは、私がオーストラリアに留学した頃はまだ
白豪主義という、まあ、イメージがとても強くあって、日本人は決して歓迎されていませんでした。現にあの学校の近くの丘を降りてあの歩いていく途中に家があって、そこにおばあさんが住んでいたんですけれども、他の学生がそこを歩くとニコニコ挨拶をしているのに、私が通ると窓をパシャッと閉めたんですよね。毎回毎回そういうふうに状況が続いたもんですから、私ちょっと気になって訪ねていきました。で、勘違いだったらごめんなさい、でも私が通るといつも窓を閉めるのはどうしてですかって言ったら、とっても怖い顔をしてそのおばあさんが、日本人は私の夫と私の息子を殺したと言ったんですよね。日本人は私の夫と私の息子を殺した。やっぱり戦争の傷が全然こう癒えてないという感じがしましたね。とても辛い経験でした。やっぱりこう戦争が作り出す傷の深さというのは計り知れないものがありますね。本来もう少し仲良くできていいはずなんでしょうけれども、なんかやっぱり人間的な何かを完全に壊してしまう、関係を壊してしまうもの、それが戦争なのかもしれませんね。戦争について、平和について語るだけではなくて、やっぱり戦争しない、平和を作る、そういう方向で何か生きていけたらいいなと本当に思い、本当にそう願っています。この時期やっぱり原爆のこともありますし、そしてウクライナのね、ウクライナとロシアにおけるその戦争というのはますますこう熾烈を極めているわけですけれども、そして他の国だってやっぱり戦争をしている国ってあるわけですが、なんとか戦争がなくならないかな、なんか戦争が終わらないかな、そんな気持ちで今朝、言葉にしてみました。暑い日が続いています。そしてなんか台風もあのいろんなところに被害をもたらしているようですけれども、どうぞ元気でお過ごしください。そして、まあ、少なくとも周囲の人たちと平和を作るということについては少し努力をして、平和の中に生きていきたいなと思うんですよね。良い一日になりますように。